朝日自動車堺営業所は、朝日自動車のバスタクシー営業所。一般路線バスは、春スカ駅、東武動物公園駅、川岸駅、小賀駅からの路線を担当している。また、野田市のコミュニティバス、マミエバスを運行受託している。堺町キロバイト57系統は、埼玉、千葉、茨城の3県をまたぐ路線である。TD01 系統は、埼玉、 千葉、茨城の三県をまたぐ路線である。旧東部バスの廃止代替バスという位置づけである。五家町から補助金を受け、朝日自動車が町から委託を受けて運行している。かつてはこの路線のみパスもスイカの利用ができなかったが、2016年10月1日より利用可能になった。2019年4月1日より、千葉県の田市のコミュニティバス、豆バスのうち、 三路線の運行を受託。中型車がほとんどを占める。いずれも AT 仕様でノンステップバスが順次導入され、主力となっている。境町に待機するタクシー。境町バス停に待機場があり、無線配車を主として営業する。車種はクラウンコンフォート及びコンフォートである。土曜1回のみ。桜祭り開催期間中の土曜、日曜に運行される。 査定基本源、同包みの直通臨時バスのみ、利用可能であった。元、万道自動車、朝日自動車勝負営業所、越谷営業所。停留所名称の変更について、朝日自動車、2021年2月8日閲覧。関宿町の紹介、河合広氏の関宿なう。河合広氏、2021年2月8日閲覧。 アサヒ自動車ホームページウェイバックマシンアサヒ自動車ホームページウェイバックマシンアサヒ自動車ホームページウェイバックマシン堺営業所管内路線図アサヒ自動車2020年4月17日閲覧時刻改正及び系統新設廃止のお知らせアサヒ自動車2020年4月21日閲覧2004東部鉄道広告料金表2007東部 鉄道広告料金表飛ぶ AD メニュー2017、ハット飛ぶ AD メニュー2020、撮影記号加地役場線は IC カードが利用できるようになります。2018年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ、2021年2月8日閲覧、コミュニティバスアサヒ自動車、ありがとうございます。